この番組では子育てする人や子どもを温かく見守り支え育む環境づくりを支援する県の取り組みをご紹介します。岩手で結婚したいけれど出会いがない、そんな方をバックアップしてくれる場所が身近にあるのをご存知ですか？生き生き岩手結婚サポートセンター、通称アイサポは会員登録制で1対1の出会いの機会を提供し、理想のパートナー探しを一人一人に寄り添ってサポートしています。アイサポは岩手県県内市町村主要団体による公的な取り組みです。県内3カ所に拠点があるほか、毎月2回富士、釜石、二戸、一ノ関にも出張してお出かけアイサポを開催しています。アイサポの入会条件は基本的に県内にお住まいかお勤めの方ですので、県内居住者の方をご紹介することができます。会員であることが他の方にわからないように配慮してますので、安心してご利用いただくことができます。これまでにおよそ3500人が登録、130組以上が結婚に至っています。アイサポでは AI システムがお相手探しのお手伝いをしています。希望条件に合った方とのお見合いが決まらない場合などには、 AI システムがご自身に合う可能性のある相手を見つけてくれることもあります。ご自分の好みだけで探すよりマッチングの可能性が広がります。この機会に理想のパートナー探しを始めてみませんか？